はい、今回はね、天からをこれから始めようと思われている方、天からにね、少しでもね、興味を持たれている方、天からの初心者の方用にね、向けた動画になります。で、僕がね、天からを始めたのはだいたい10年ぐらいね、前になるんですけど、それからね、今までで天からのね、本っていうのを3冊ね、購入してます。で、普段ね、他の動画で僕がね、釣りながらブツブツ喋っている内容っていうのは、そのね、3冊の本の内容であったりとか、過去のね、まあ、経験であったりとかっていうのをね、まあ、ブツブツね、話はさせていただいてるんですけど、今回は本当にそういう方向けにね、この動画を見ていただけたら、ほぼね、本を1冊分ぐらいのね、内容で、もう天からをね、始められるようになっていただけるような動画を作れたらいいなと思って、今回ね、そういう方限定にね、動画を作ってみたいなと思います。毛針で釣る釣りにはね、大きく分けてフライフィッシングとこの天からがあるんですけど、フライフィッシングの場合はね、イギリス発祥の広い川でね、適した釣りって言われてるんですけど、それに対して天からっていうのは日本発祥のね、日本の漁師の釣りって言われてて、こういったね、まあ、日本の狭い川で、狭い川だと流れが速い、そういったね、川でも効率よくね、釣れる釣りっていうのが天から釣りになります。から釣りの特徴っていうのは、本当にね、釣れる釣りと、あと一つはね、まあ、こういったね、道具がね、もう簡単な釣りなんですよね。まあ、この竿と、このね、まあ、ラインと、で、この毛針、これもね、数個持ってたら、もう釣りがね、まあ、完成すると。本当にね、まあ、道具がね、まあ、シンプルな釣りになります。天からで釣れる時期っていうのは、藤のね、花が咲く時期っていうのが一番ね、ピークと言われています。なので、5月、6月ぐらいが一番ね、数が釣れる時期になります。なぜね、その時期に一番数が釣れるかっていうと、天からはね、虫に似せた毛針でね、魚を釣る釣りになります。なので、ちょうどね、その時期が川虫がね、まあ、飛び立って、一番ね、まあ、虫が飛んでる時期っていうことが言えると思います。なんですけど、虫ってね、よく見ると年中ね、まあ、飛んでて、本当にね、まあ、雪の降る3月にも虫は飛んでますし、そういったね、時期でも場所を選べばね、天からでも釣れますし、実際今年のね、春川の解禁日に雪がね、ちらつく中、天からでね、本当に10匹以上も釣れましたし、そういったね、まあ、寒い時期であったり、夏とか秋、終盤にかけても、数はね、後半になると少なくはなってくるとは思うんですけど、今度はね、大型がね、まあ、狙える時期になると思うんで、本当にね、魚のね、釣りの期間中であれば、本当にずっとね、釣れる釣りにはなります。で、天からに必要な道具なんですけど、本当にね、まあ、人それぞれとは思うんですけど、天から自体がね、まあ、本当にシンプルな釣りなんで、そこもね、魅力の一つなんですけど、絶対いるのがね、まあ、この竿ですよね。で、その竿の先につけるね、メインラインですね。で、そのメインラインの先につけるリーダー部分、だいたい号数は1号とか 0.8 号ぐらいが皆さんね、つけられてるのが多いのかなと思うんですけど、まあ、ここはね、ナイロンであったり、フロローであったり、どちらでもね、いいです。で、あとはね、まあ、疑似餌、毛針ですね。まあ、これもね、まあ、こんなに多くはいらないんですけど、数個ね、あればいいのかなとは思いますね。まあ、偏光レンズ、これもね、なくてもね、全然釣れるんですけど、やっぱりね、これをつけるとね、魚がよく見えたりとか、あとね、歩くときにね、水中がよく見えてね、本当に安全にもつながるんで、ぜひね、まあ、晴れた日とかにはね、まあ、偏光レンズをつけることをお勧めします。あとこういうね、まあ、僕の場合はこれもね、全くなくて大丈夫なんですけど、僕の場合はね、まあ、撮影をするんで、特にね、最後にね、釣果の一部をね、まあ、見せたいんで、まあ、こういったね、まあ、ビクに入れて、トモバッグですね、まあ、これをぶら下げて、定期的にね、水を変えながら釣り歩いてると。まあ、結構荷物にはなるんですけどね。なんでこれは全くね、まあ、その場でリリースされる方だとか、まあ、その場でね、何かに入れていかれる方とかであれば全くね、まあ、必要はないです。なのでね、絶対いるっていうのはね、もう本当にこれだけですよね。で、これと、あとね、遊漁券とかはね、当然いるんですけど、本当に釣り自体で言うと、もうこれだけでね、まあ、できるシンプルな釣りになります。で、服装に限っては本当にね、もう皆さん自由で結構なんで、まあ、川に入られるんであれば濡れていい服装であったり、こういうね、濡れないウェダーとかを履いていかれたらいいとは思うんですけど、本当にあとは自由な釣りです。
まずね、天唐竿なんですけど、おすすめの長さはね、まあ、皆様の行かれる河川にもよるんですけど、一般的にはね 3.2 メーターから 3.6 メーターと言われてます。天唐竿っていうのはね、竿の長さが例えば 3.6 メーターだとすると、糸がね必ずしも 3.6 メーター付近にないといけないっていうことはないんですよね。なんで例えばね、まあ、3.6 メーターの竿で大きなね本流の河川に行くとしたら、 3.6 メーターの竿と糸をね、だいたい 4.5 メーターとか 5.5 メーターとかの糸の長さに変えるんですよね。まあ、そうすると、まあ、同じね一つの竿でいろんなね、まあ、河川、大きい河川から小さい河川を対応できると、まあ、そういう利点が天唐竿はあります。なので基本的にはね、だいたい網羅できるのが 3.2 メーターから 3.6 メーターって言われてるんで、まあ、だいたい 3.2 から 3.6 を基準に購入されたらいいのかなとは思います。僕は結構ねズーム竿っていうのが気に入ってて、で例えばねこれだとシマノさんのね渓流天唐で、これはね 3.8 メーターと 3.4 メーターのズーム竿なんですよね。なんで 3.4 メーターでも使えるし、 3.8 メーターでも使える。なんで河川によってね少し長さを変えたりできます。なので結構ね大きめの本流であったりとかで釣るときは、だいたいこの竿でね 3.8 メーターに伸ばして、糸をねだいたい 4.5 メーターとかね 5.5 メーターとかの糸に、そこにリーダーをねだいたい 1.5 メーターとかね使って遠くから釣ったりはしています。あとね谷とかね、まあ、上流部とか結構行くんですけど、そういったときにねよく使ってるのが日清さんのねプロスペック2ウェイ天唐で、これもね、まあ、3.1 から3.6 のズーム竿です。特にねヤブが多い上流部に入るんであれば 3.1 メーターにして使ってます。あとねもう一つおすすめな竿が、これ島野さんのねパック天唐で、これはね非常にね姉妹寸法が短いんですよね。なんで予備竿にね非常におすすめです。これもね実はズーム竿で 3.1 から 3.4 メーターのねズーム竿になってます。なんで本当にね釣りに行かれる時にリュックにね一つ何かあった時のために予備竿として忍ばせとくのもねいいと思いますし、旅行とかね、まあ、行く時ひょっとしたらねめちゃめちゃいい川があるかもしれないですよね、まあ、そういった時にこれとねラインと毛針をね忍ばしてたら、もうどこでもね釣りができますよね。でそういう時にちょっとねおすすめです。天唐のラインなんですけど、今ね多分ねいろんなねラインが出てるかもしれないんですけど、大きく分けてね、まあ、3つあると思うんですけど、1つはね、まあ、フロロカーボンのね単糸のこれレベルラインってね、まあ、一般に言われるラインです。で本当にねフロロカーボンです。でこれが4号で 30m 入って、まあ、1750円定価でね、なんで結構ね 30m も入って好きな長さに切れるんで、まあ、それでね、まあ、1750円っていうことなんで、まあ、非常にね、まあ、値段的にもねお得なのかなとは思います。であと特徴としてはもう一つね、まあ、非常に軽いんですよね。この3つのラインの中で一番軽いなんで、少しね、まあ、慣れるまでは投げづらいっていうこともあるんですけど、ただね水面につけると毛針をねより自然に流せるっていうね利点はあります。それが特徴ですね。でこれはねもう巻き替えてるんですけど、僕がね、まあ、よく使っているテーパーライン、このねテーパーラインの特徴としては非常にね比重が重くて飛ばしやすい。なんで風とかがね強い時には非常にねいいと思います。竿側がだいたいね8本か7本とかのね、まあ、糸から始まって、だんだんね糸が細くなっていくんですよね。なんでテーパーがついてて、まあ、すごくね、まあ、初心者の方でも飛ばしやすい糸になります。であとね、まあ、ストレートライン、まあ、こういったねラインも今出てます。で最近ね動画でねこの黄色のラインがよくね見えるんで、こちらでね、まあ、僕も使ったりはしてるんですけど、これもね、まあ、使ってみると結構投げやすい糸です。で投げやすさとしてはやっぱりね一番投げやすいのは比重のね重いこのテーパーラインだと思います。でその次にこのねストレートラインね、でその次にこのレベルラインなんですけど、まあ、僕はね投げやすさを重視してるんで主にね、まあ、テーパーラインを多く使います。で逆にね毛針を自然に流せるっていうのであれば、やっぱりね、まあ、こちらレベルラインの方が一番ね比重が軽いんで自然にね毛針を流せる利点があります。なんでまあどちらを優先するかなんですけど、僕の考えとしては天唐釣りってね毛針を流す時間っていうのは3秒から5秒で上げてしまうんですよね。なんでそのね自然に流せるっていうところよりもピンポイントでね狙ったところに飛ばせるっていう意味で、僕はね、まあ、比重の重いね、まあ、テーパーラインもしくはこのストレートラインを使うようにはしています。あとね、まあ、この先にそれぞれね、まあ、リーダーをつけるんですけど、だいたいね、まあ、30センチから 1.5 メーターぐらいまでのね、まあ、リーダーを僕もつけるときあるんですけど、これはもう100均の1号か 0.8 号をね使われる方が多いのかなとは思います。で特徴としてはね、やっぱりナイロンの方が
浮きますんで、浮かしてね、釣りたい方はリーダーはナイロンを使われた方がいいし、沈めてね、釣りたいっていう方はフロロカーボンのね、リーダーを使われたらよりね毛針が早くね沈みやすくなるんで、そういったね使い分けっていうのも面白いのかなとは思います。毛針なんですけど、毛針はね、本当にもう皆さんのねお好みで使われたらいいのかなとは思います。で本当にねフライフィッシングでね使うような、毛針とかも天からでもね全然使えますし、こうやってね動物園で拾ったフラミンゴのね、羽でも全然ね釣れますし、よく使っているのがこういったね、シンプルな毛針ね、これはね僕が作ってよくね、好んで使ってます。ほぼね、これがメインで使っていることが多いですね。毛針はね、本当に何でもねもうお好みで使われたらいいのかなとは思いますね。でもしね本当に慣れてこられたら、自分の作った毛針で魚が釣れたらね、またそれもね天からの一つのね楽しみと思うんで、羽とね道具とかをね、購入されて一回ね作られるとすごくね、それはそれで面白くて、簡単な毛針でもすごくよく釣れるようになるんで、ぜひね自分で作られるのもおすすめなのかなとは思いますね。一回羽とかをね揃えるともうほぼね、一生分近くね物によればね作れる毛針もあるんで、非常にね購入して自分で作られるっていうのもおすすめなのかなとは思いますね。いよいよ糸をね、実践で竿につけていきます。今日使うラインはテーパーラインをね使います。で少しね、風も出る予報なんで、仕掛け巻きにねもう巻いてるんで、もう簡単にね先だけをつけて、であとはねくるくるくるってね、伸ばしていく。場所にもよるんですけど、だいたいね初心者の方がやりやすいっていうね、長さっていうのはだいたいこのね竿のお尻からね少しね、長いぐらいが一番ね、振りやすいんじゃないかなとは思います。今回使う竿は日清さんのねプロスペック 2way10 から 3.6 と 3.1 のね、ズーム竿を使います。少しね風が出る予報なんで、テーパーラインにその先にね80センチぐらいかな、ナイロンのね1号のリーダーをつけて毛針をつけています。この毛針はね自分で作った毛針になります。今日はねこれでちょっと釣りながらね、解説を交えながら実調をやっていこうかなと思います。あと竿の持ち方っていうのは、もうこれもねもう皆さんそれぞれですけど、こうやってね、持たれる方、人差し指をね、添えて持たれる方であったり、こうね親指でね、こうやって持たれる方、ね、でこうやっても、これよりかはこれかね、これかどっちかの方がねピンポイントに投げやすいと思うんで、どちらかをね楽な方を選んでもらったらいいと思います。僕もね両方するんですけど、疲れたらね、こっちしたりとかね、それももう適当でいいと思います。でまずね一番大事なのが、点からってね竿をね何回もこうやってね振りかぶって落とすんですよね。本当に3秒ごとに落とすぐらいのイメージなんで、必ずね投げる前に後ろとね上は必ず確認してください。竿が今やったら 3.6m で、だいたい糸もねもうほぼ 3.6m ぐらいなんですよね。っていうと 7m 先のね障害物まで後ろ上にね当たる計算になります。なので普通にこう今ね振りかぶると後ろにね木があるんでもう無理ですよね。ただこのね上は木はないんですよね。なんでそれをねもうしっかりね見て振りかぶらないと、すぐにね引っかかって毛針がね何個あっても足りないっていうね、ことになるんで、当たり前ですけど必ずね振る前に引っかからないかっていうのをね確かめて、でね上に木があるとこうやって横からのね、キャストをしたら振れたりね、するんで、で今回のねこの場所の場合は後ろにね木が生い茂ってるんで、後ろにはねこうやると引っかかるんで、上にね跳ねてまた落とすね、そういうこともねできるんで、今ここはこうやってねあまりね後ろに振りかぶらずに、極力ねこう上にねこう振りかぶって落とすね、そういう投げ方もできるんで、必ずね振る前にかからないか確認して投げてください。でないとえらいことになります。まずね竿の振り方なんですけど、他の動画でもね説明してるのもあるんで、そこもね見ていただいたらいいと思うんですけど、基本ねこう腕で振らないね、腕で振っても毛針ってね、軽いもんなんでほとんど飛んでいきません。で何で飛ばすかっていうと、この竿のねしなりを使って飛ばす。動かすところはね本当のここだけですよね、手首だけで動かす、ね、これの繰り返しになります。で角度っていうのは
後ろに振りかぶっても12時真上ですよね。で止める、ね、でまたここのね10時の角度で止める、ね、だから動かすのっていうのは基本ねこの12時真上とこのね斜め上10時の角度、この間を動かしてたらできる釣りなんですよね基本は。ただまあね上に木とかがあればまたね横から振ったりっていうのはあるんですけど、一般的にはもう本当にね12時と10時のこの角度だけで、ね、投げれる釣りになります。手でこう振ってもねもう全然飛ばないんでね、じゃなくてこう、ね、で竿の角度をね、まあ、こうすると糸がねもう水面にダラーってついてますよね。でそうなると基本魚ってねやっぱり警戒心が強いんで釣れなくなります。なのでイメージはね、まあ、この角度っていうことを意識するのと、あとね毛針だけを着水させる、で、まあ、もしくはね毛針とね、まあ、最大リーダーまでに収める、まあ、今回でいうとテーパーライン使ってるんですけど、そのメインラインはねこう振りかぶって水水面に落とすときにはつけない投げ方を、まあ、心がけてください。どうやったらできるかっていうと、この角度なんですよね、竿の角度、これをこの真横まで持っていくと全部が浸かりますよね。なんですけど12時から10時の位置で竿を止めてると、ね、まあ、糸の長さにもよるんですけど、今これね毛針しかついてないんですよ ね。でこれで自然に流していく、ね、だから10時で止めるっていうのは毛針だけを落とせる角度なんですよね。このね10時で止める、12時で止めて10時で止める、ね、で10時で止めた竿のこの角度をそのままね保ってこうやってね流れに自然に毛針を動かしていくとなると、こうやってね腕ごとね、あとはこうやって動かしていくんですよね。じゃあ虫がね水面に落ちてそのままね流れていくように毛針が流せられる。あとねもう一つね天からの特徴で気をつけてもらいたいのが、天からのね毛針っていうのは基本ね3秒ぐらい、まあ、長くても5秒ぐらいしか流しません。でそれ以上流す釣りでは基本ないです。でそれよりも1,2,3でまた上げてまた他のところ打ち込む、で1,2,3で上げてまた打ち込む、1,2,3上げて打ち込む、1,2,3上げて打ち込む、ね、もう本当にそういう釣り、このね振りかぶってっていうのも1日何百回何千回ってね、まあ、釣る釣りになります。でフライのね毛針ってね見られたことあるかわからないんですけど、本当にね、まあ、簡易的なものもあるんですけど、すごくね、まあ、虫にこれ虫ちゃうのっていうぐらいのね、まあ、精巧に作られた毛針もあります。なのでそういうのはねこう長くねこう魚に見せてても気づかれずにパクってね、まあ、魚が食べることって結構あります。なんですけど天からの基本的に使う毛針っていうのは本当にねもうシンプルです。もう逆にねもう毛がなくても釣れるぐらいなんで、本当にもうあまりね重視をしていない、もう瞬間的に食わす、ね、まあ、そういう釣りになります。なのでパッて落としますよね、で、あ、虫が着地したんや、もうその瞬間に食べさす釣りになるんですね。なんでこの適当な毛針って言ってあれなんですけど、あんまりね虫にも似てない毛針を長く見せ続けると、魚ってねやっぱり目がいいんですぐこれは偽物って分かります。でバレたらねいくら流しても釣れないんで、バレる前に上げてまた入れる、んこれなんか怪しいなって思うまでに上げてまた入れる、ね、あ、じゃあ虫かと思ってまたそこでね、まあ、食ってくることもあります。天からで狙うポイントなんですけど、まあ、ちょっとね今日は増水してるんで流れがきついんですけど、このねずっと流れ速い流れがあそこ石があって2箇所ありますよね。でこの速い流れでもね、まあ、釣れないこともないんですけど、狙うポイントとしてはやっぱりねあそこのちょっと緩やかになっているところですよね、まあ、そこに落としてそこのね、まあ、合流しているところまで少しね3秒ぐらい流すっていうイメージと思います。なので少しね、まあ、緩みのあるポイントでゆっくりね見せてやったら魚もね、まあ、食いやすいということなんで、基本的にはこういうね速い流れでも釣れないことはないんですけど、できたらね、まあ、そういった間のね緩くなっているポイントであったり、まあ、ここで言うとここにね、まあ、流針奥にもあるんですけど、そこの間のねちょうどあそこの石の影響でずっとね真ん中が緩くなってますよね。なんでそういうところであったりとか、あとこの両サイドですね、ね、こことか奥のね、
まあ、そういうところ、ね、なんでちょっとね、まあ、基本緩くなるところであったりとか、あとね今ちょっと出てないんですけど、ああいうところって結構渦を巻いてね、泡がね、白泡が結構溜まってたりするんですよね。そういうところも非常に狙い目になります。まあ、特にねテーパーラインとかストレートラインとかはね、結構狙ったポイントにね、まあ、落とせるようになるんで、ちょうどねこの間にピンポイントに、まあ、狙うようにすると。でそこがダメであれば、今度ね、まあ、さっき言ってたこの奥の緩いポイントを少し流したりとかっていうようにポイントをね打っていただいたらいいと思います。まあ、魚がいるポイントっていうのは結構時期によってもね、まあ、変わってきます。で解禁とかのね本当に寒い時期であれば、やっぱりちょっとね、まあ、こういう深みのところがメインにはなってくるんですけど、なんで狙いところはね本当にああいうところですよね。でそういうね、まあ、解禁当初の時期っていうのはこういうねあっちのね、まあ、流れの早いね、まあ、ちょっとここ今日はね増水で水深があるんですけど、こういったね浅いところっていうのは基本ね解禁当初はもう出ません。なんでこういうところはね場所はね捨ててもらっていいんですけど、ただね、まあ、時期が変わって本当に5月6月になると結構ね、まあ、魚って深場からこういう浅場にね、まあ、生とかにねどんどん出てきます。なのでポイントがね、まあ、その時点で変わるんですよね。なんで特に真夏なんかはね、まあ、そういったところよりこういったね、まあ、チャラセとかね、まあ、セイとか、まあ、そういったところの方がよく釣れます。なんで、まあ、シーズン当初はやっぱりね、まあ、深み、ね、まあ、こういうところであったりとかを中心にね、まあ、狙うんですけど、水温、気温が上がってくると、今度ね、魚ってこういうね、浅いところにどんどんね、まあ、餌を探しに来ます。なので、本当にね、こういう浅いところで釣れたりします。逆に深いところで釣れなかったりはします。なんで、シーズンによってね、まあ、ちょっとポイントを変えてもらったらいいのかなと思いますね。5月以降になるとこういうね浅いところの方が釣れるようになるんで、覚えていただいてたらいいと思います。たださっきみたいなねそういうところはもう年中ポイントなんで、そういうところもね必ず落とすようにはしてください。おそらくねもうここ今の時間がもう昼なんでね、もう多分釣れないとは思うんですけど、で朝もねおそらくここ人入られてたんで、今はね釣れなくて、あくまでもね、まあ、そういうポイントとかの場所を教えてるっていうね。おお釣れた釣れた釣れたお釣れたよ今日ねここ朝一人入っておられたんですけどね今釣れましたね。ね今みたいに本当にね結構浅いところで流してたんですけど、ね、何頭目かで食べてきましたよね。こうやって簡単にね、まあ、釣れる、そんなね大きなテクニックも今全くねなかったんですけど、こうやって釣れてくれる、釣ったものをね、まあ、当然美味しい魚なんで持って帰るときはいいんですけど、リリースするときはね、まあ、極力ね、まあ、冷やした手でね掴んであげて、毛針をね外してあげて、でリリースしてあげるっていうのがね、まあ、重要ですね。結構ね熱い手で持つと魚がねまあ火傷するみたいなんで、ちょっとそこはね、まあ、極力素手で掴むんじゃなくて網でね作ってあげて、で冷やした手で触ってあげるようにね、まあ、してあげた方がいいのかなとは思いますね。バイバイ。結構ね、まあ、初心者の方とかは毛針はね表層で浮かして釣る釣りと思っておられる方結構あるんですけど、天から釣りっていうのはね、まあ、表層から水面下ですね、水面下10センチぐらいまでを流して釣る釣りって言われてますね。なんで本当にね表層だけじゃないんですよね。で逆に言うと少しね沈めて釣る釣りっていうね風に理解してもらった方がいいかもしれないですよね。で結構ねフライの場合は本当にドライフライって言ってね、まあ、表層限定でね、まあ、釣るような釣り方っていうのが多いんですけど、天からはね、まあ、こういう毛針なんですぐにね水に浸かっていると沈むようにはなります。なのでそこをね、まあ、それ以上沈ませないためには竿の角度でねいくらでもねこうやって表層に浮かせられますよ ね。で毛針だけをつけるとなると、ね、さっき言ってたねそういう竿の角度を意識してもらうと結構ね、まあ、引くとどんどん毛針が浮いて上がってくるし、まあ、沈めたいときは
リーダーをね少し水につけてやると毛針が沈んでいきます。本当に表層から水中までね好きなところをね、まあ、この竿の操作一つでね、まあ、流すことはできます、ね、まあ言っても3秒ぐらいですけどね。水面でね、まあ、ジャンプして食べてもらうのか水中でね魚に加えてもらうのかどっちがね、まあ、釣れる確率が高いかって言ったらやっぱりね水中で食べてもらう方が釣れる確率は高いんですよね。水面って結構ね毛針をねいくらうまく流しててもやっぱり糸がついてるんでね不自然に動く部分が結構あるんですけど、となると魚はね狙ってジャンプしてもやっぱりねそのジャンプしてくれた時に毛針がねうまく持っていけてないとか不自然に動かしてしまって毛針がないとかね、あとは本当に魚のミスですよね。魚のミスで全然ね違うところにジャンプしたりとかっていうのも当然あります。なんですけど水中の場合はね魚って自由に動けますよね。なんで食べようと思ったらすぐにね食べに来てもうほぼねミスはないですよね。なんで水中でねの方がかかる確率は高いです。なんですけど面白さで言うとやっぱりね水面を割ってねジャンプしてね、まあ、毛針を食べてくれるっていうねあれは本当に感動もんなんで、それはそれでね、すごく魅力的なんで毛針を浮かすのか沈めるのかっていうのは本当にね皆様次第ですね。で天からっていうのはねよく言われるのが十人十色っていうね、まあ、天からとかね、まあ、いろいろ言われるんですけど本当に十人おられるとね、まあ、十通りの釣りがあるって言われるぐらいね、まあ、本当に自由な釣りです。なんであくまでもね僕が言ってるのは基本ねこうした方が釣りやすいですよっていうねぐらいで思っていただいて、あとはねもう本当に基本が分かれば皆様のねアレンジで自由にねしていただいたらいいのかなとは思いますね。あと魚ってね水面でよくね活性の高い時はジャンプしてくれるんですけど、それって魚にとっては本当にリスクなんですよね。まあ、鳥とかいろんなものにね、まあ、狙われてる中でジャンプしてね、まあ、無防備になるっていうね、まあ、それ自体はねよっぽど活性のいい時しか基本魚はやってくれないんでね。じゃああとはどうしてるかっていうと、やっぱりね活性が良くなかっても餌はね食べないといけないってなるとやっぱりね水中で食べてるんですよね。なんで水面だけでね狙うよりもちょっとね活性が悪ければ毛針をね沈めて釣ってみるっていうのも一つの方法ですよね。で表層だとねこういう白いね羽の毛針を使っていると結構ね目視でも見やすいんですけど、それは例えばね、まあ、茶色とか黒の羽をね使われる方もおられるし全然釣れるんで、ただ結構ね底の石と同化して毛針の位置が見にくいんですよね。なんですけどもう毛針なんか一切見ないっていう方もおられます。でそうなればね別にどんな毛針使ってもね見やすくなくても全然問題ないですよね。でそういう方はどうやってね合わせをされているかっていうと、基本は3秒流してくださいって話したと思うんですけど、あとはカウントですよね。1、2、3で上げる。で1、2、3で毛針なんか見てなくても魚が食べてたら1、2、3の間で食べてたら上げた時にね合わせができるんですよね。で初めて釣れるね、それもね天からのちゃんとしたね、まあ、釣り方です。であとこうやってね、まあ、水面流してると魚がね出てきてくれるんですけど、次にね合わせのタイミングっていうのが多分ね疑問に思われる方多いと思うんですね。で一般的にはね、まあ、よくやられてるのが魚がね出ました、でそれにびっくりしてね、まあ、合わす、まあ、僕もほとんどそれだったんですけどね、まあ、それがびっくり合わせって言われてるね、まあ、俗に言う早合わせですよね。どちらがいいっていうのはね一概には言えないんですけど、まあ、一般的に進められているのが遅合わせですよね、天からでは。なんでこう出た瞬間にパッて合わすんじゃなくて、出てもこらえて水中に入った瞬間にクイッとね手首を返して合わせを入れるっていうのがねいいみたいですよね。でその理由っていうのは、一つはね、まあ、びっくり合わせみたいにやるとね、まあ、多分いらない力っていうのはかなり入ってるんですよね。びっくりして合わせてるんでね魚にダメージを与えてしまう。でそれに対して水中でクイッてやると魚に与えるね
ダメージも少ない、まあ、そういう魚の保護の観点からお酢合わせがいいって言われているのが一つと、水面で合わすよりやっぱり水中でね合わす方が釣れる確率はやっぱり高いんですよね。なんでそういう釣果のね面からでもお酢合わせがねまあいいと言われている理由があります。なんでまあなかなかね始められた時魚がジャンプしたらもう僕もねもうそうですけどびっくりしますよね。でそこで合わせてるんですけど、そうじゃなくてねもうそれはもう常にねもういつでもどこでも魚は出てくるっていうね、まあ、頭で想定をしておくんですよね。で出たって思ってもそこで手は動かさない、ね、まあ、声は僕もね毎回出るんですけど手は動かさない、出たで一呼吸置いてから合わせを入れる、もう本当にそれって意識しかないんでね、僕もずっとできなかったんですけど、お出た、あー今もね魚出ましたよね。で出たって言ってるけど竿は動かしてないんですよね。本当にここってね難しくてやっぱり意識の問題ですよね。それがねできたら本当にね釣果って一気にね上がると思います。なんで天からでねもう釣果を伸ばすコツっていうのは水中でね釣れるようになるっていうこととお酢合わせ、まあ、そこが意識してね、まあ、できるようになれば一気にね、まあ、釣果が上がるタイミングかなとは思いますね。まあ、毛針に反応する魚っていうのは3回ねその場所に落として出なければそれ以上ね流しても出る確率は少ないかもしれないですね。毛針にね興味を示してる魚っていうのはもう大体3回でね分かると思います。なんでそれ以上はね、まあ、基本的に粘らずに次のポイントでね食い気のある魚を釣るっていうね、まあ、そういった方が絶対早いん でまたね天からっていうのはそういう釣りなんで足でね動きながら食い気のある魚を釣っていく、ね、だから数が釣れるんですよね。今日ね別の場所で釣ってから来たんで今はもう全くね、まあ、釣れない時間帯でもありますね。おっとってそう言ってたら釣れました。よいしょ結構ね釣れないとかそう言ってると釣れるんですよねタイミング悪すぎなんですけど、これもね本当の手前の浅いところで今釣れてくれましたね。なんで本当にねテクニックなしで誰でもねこうやってね、まあ、魚が釣れてくれます。で天からで使う毛針っていうのは本当にねもうフライフィッシングで使う毛針をね、まあ、全然使っても使えますし、ドライフライとかね、まあ、本当に浮きやすい毛針っていうのもありますし、ね、まあ、それもね何を使おうが皆さんのね、まあ、本当に自由な釣りなんで何でもね楽しんで釣られたらいいのかなとは思います。まあ、天からにはね本当にこういったね、まあ、普通の毛針であったりとか、あと特徴的なのがね、まあ、逆さ毛針とかね、まあ、それって天からならではなんですけどね、まあ、僕もよくね使うんですけど毛が逆さ向けについてるんですよね。糸がこうついててこう引くとふわーんとね虫が動いてるかのようにねアクションが入れられるんですよね。クイッてね竿をこう動かしてるとふわんふわんふわんってね、まあ、その動きで食わすっていうね、まあ、それ以外にも普通に水面でもねその毛針で釣れたりはするんですけど、そういうねアクションを入れて釣る釣りっていうのもベテランの方とかはよくされますね。あっとまた釣れた、よいしょよいしょと。でこうやってね、まあ、適当に喋りながらやっててもね簡単に釣れるんですよね。しっかりね毛針に加えてくれてますよね。おっとまた釣れた、釣れすぎやろってね。よいしょよいしょ、まあ、今これ釣って本当に1分も経たない間にねまたこれ釣れましたよね。ちょっとねポイントをずらしただけなんですよね。でこうやって釣れたね毛針は僕のね、まあ、作った毛針、まあ、そういうのもね、まあ、楽しみ方ですよね。自分で作った毛針でこうやって魚がね、まあ、釣れてくれる。おっと釣れた、また釣れてた。おまあまあでかい、まあまあ釣れてくれますね。綺麗なアマゴです。結構釣れますね。まあ12時39分ですおっとまた釣れたうわー結構釣れるな。よいしょ、これも綺麗なね
アマゴですね。ヒレがピンピン。まあ僕も今でもよくするんですけど、魚がね出て合わせた時にね釣れたらいいんですけど、それでね釣れなく、お今釣れたもうタイミング悪いな。よいしょと、いつもね喋ってる時に釣れるんですよね。かなり釣れますね。何を言おうとしてたかなあ、そうそう、合わせのねお魚がねこうやって出てくれたで、まあ、それが見えてね合わせをねガッと入れてね、まあ、今みたいに釣れたらいいんですけど、釣れない時にね結構ね引っかかる時が多いんで気をつけてくださいね。まあどこでもね、まあ、お酢合わせの想定と一緒で、魚はね、まあ、いきなり出るっていうね想定をしてて、だとすると竿の合わせる方向は、まあ、上なのか横なのか、まあ、それをしっかり見とかないと、上に気があるのに上に合わせてしまうと釣れなかったら一瞬でね、普段気をつけてても気に引っかかるタイミングっていうのはね意外とそういうところでやったりしますよね。ああいうね石の下のねポイントとか、出ないね。あ、出た。あっしゃ、釣れた。狙った通りに釣れましたね。お、まあまあでかい。取り込みってこうやってね、手を高く上げて。か。あとはね、本当に糸がもっと長い糸使われる方おられるんで、そういう人だとね、こう糸をね、手繰り寄せて網ですくうっていうね、まあ取り込みが多いですね。結構いい方ですね。何？めっちゃ釣れますよね、あの大きい石のねところにちょっとだけね緩みがあるんですよね。であそこってね泡が今溜まってるんですけど、ああいうところをね今さっき落としたんですよね。ではバクってね出てきましたね。23センチぐらいありそうですね。うわ釣れたまっぴる前のに、お出た、おっしゃーあーバレた今のはねもう本当に水中で針がかかってからバレてるんで、まあ、当然ね、まあ、そういう魚はもう釣れませんなんですけど、出てね針に全くかからずにね釣れなかった魚っていうのは、少しね時間を置いたり何回か投げてるとねまたアタックしてくれたりはよくあります。今回はね、まあ、そういったポイントであったりとか竿の振り方であったりとか、合わせのね、まあ、一般的に言われているタイミングであったりとか、まあ、そういったところをね動画にまとめていると思うんですけど、あくまでもね本当に難しく考えずに基本を理解して、あとは皆さんのね思い通りに釣っていただいたらもう絶対釣れる釣りです。であと重要なのがやっぱりね先行者であったりとか時間帯、まあ、今は本当に真っ昼まで釣れてるからねあれなんですけど、そういうねところの方がもっとねテクニックよりも重要かもしれないですよね。ちょっとね実調の説明っていうことで1時間だけね、まあ、1匹でもね釣れたらいいなと思って1時間やってみたんですけど、本当のね今の時間がちょうどね1時なんで、12時から始めたんでね、まあ、約1時間で多分8匹ぐらいね、まあ、釣れてしまいました。なんで今回のね、まあ、動画で本当にね天からっていうのは簡単なね道具で、特にねテクニックもなくて、しかもね、まあ、本当に釣れる釣りだっていうことがね改めてね分かっていただけたら嬉しいなと思います。本当にね天からっていうのはね、まあ、アユ釣りとかと違ってね、まあ、竿も安かったら 3,4 千円であったりとか、糸もねだいたい 1,2,300 円ぐらいでね、まあ、メインのラインがあるんで、あとね、まあ、そこにリーダーで、リーダーはね、まあ、よく切れるんで必要なんですけど、ここに関してはね、まあ、100均のナイロン糸のね1号とか 0.8 号でね、まあ、全然十分なんで、一番経費として必要なのが毛針ですね。毛針は特にね木に引っかかってなくなるっていうことがね、まあ、やっぱり最初はね特に多いんで、そこだけね購入してもらうのか、簡単なね、まあ、安い道具でも買っていただいて作っていただくと、本当にね羽って1回ねネットとかで買っていただいたら 3,000 円ぐらいのね羽を買うと、もう一生分ぐらいのねいけるねぐらいの毛針がねある羽もあるんで、まあ、本当にね面白いと思うんで、一回ね
また興味のある方はそこもね、まあ、揃えていただいたら本当にね、まあ、その後の経費っていうのは全くね、まあ、かからずできるのかなとは思います。皆様もね、もしね興味を持たれたら、まあ、簡単にね手軽で釣れる天から釣り、ぜひね始めていただいたら嬉しいなと思います。今日の動画が少しでもねいいなと思っていただけた方はぜひね高評価ボタンを押していただけたら嬉しいです。あとね、もしよろしければチャンネル登録をしていただいて、ぜひね、僕の釣り友になっていただけたら嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。これからもご視聴よろしくお願いします。